ツイステッドワンダーランド。マレウス。ん？ああ、リリアか。今週の土曜、ディアソムニアの談話室の特別な専用許可をもらいたい。構わないが、何をするんだ？シルバーや寮生たちが、わしが旅立つ前に送別会を催してくれるそうじゃ。送別会？うん。談話室を貸し切るには寮長の許諾が必要じゃろ。お前の送別会なのにお前が許諾をもらいに来たのか。寮生らが申請書作成に孫ついておったから、ついな。わし直々の頼みなら嫌とは言わんじゃろ、マレウス寮長。ああ、もちろんだ。他寮の生徒も招くのか。そのようじゃ。クラスメイトに部活仲間に教師、いっそこの際学園の全員を招くかの。この学園には王族、貴族も多い。皆が揃えば随分と華やかな集まりになりそうだ。そうじゃな。ではお主にこれを。これは？くふふ、開けてみよ。招待状。マレウス・ドラコニア様、今週の土曜日夜7時よりディア・ソムニア談話室にてリリア・ヴァン・ルージュお別れ会を行います。ぜひご参加ください。贈り物は不要です。手ぶらでお越しください。招待状？この僕にか？お主にじゃ。この招待受けてくれるな、マレウス。もちろんだ。慎んでお前の招待を受けよう、リリア。お別れ会か。ん？何じゃこの音。すまない、餌の時間を忘れていたな。僕の話を遮って餌をねだるのはお前くらいだぞ、無礼者め。おお、いつだかわしが土産に買ってきたおもちゃではないか。ああ、ガオガオドラコーン君だ。そやつをお主にやったのは確かシルバーがようやく捕まり立ちをし始めた頃だったような。まだ遊んでおったのか。やめ時がわからなくてな。気づけば習慣になっていた。何度か故障したが、その度修理させている。なるほど。スマホなどの精密機器はお主の発する魔力や雷撃で再起不能になりがちだが、こやつは部品交換などが手軽でチープなおもちゃ、それゆえ逆に長持ちしておるのじゃな。なんだ、今度は糞の掃除か。仕方のないやつだ。何を笑っている。最初にドラコーンが寿命を迎えた日、お主が城を抜け出してわしの家へやってきたのを思い出した。ひどくうろたえた様子で。リリア、朝になったらドラコーンがいなくなって卵が残されていた。どうしたらいいとな。あれは最初は必ず別れが来る仕組みだと知らなかっただけだ。玩具に寿命が設けられているとは思いもしなかった。どれだけマメに世話をしてもドラコーンは30日足らずで卵を残していなくなってしまう。人間はなぜこいつをそんな風に作ったのだろうな。30日では短いと。長い短いというよりドラコーンは架空のおとぎのための存在だろう。ならば命の期限を設けずとも良いのではないかと、そう思ったんだ。なるほど。確かにお主の言う通り、誰かを慰めるゲームの中でくらい世話さえすればずっと生き続けるくらいの絵空事で良いのかもしれん。だが終わりがあるからこそ共に過ごす時間を大切にしようと思えるのではないか。それに
共に過ごす時間が長くなればなるほど別れは辛くなるものじゃ。リリオ。さて、寮長に談話室の専用許可ももらえたことだし、急いで招待状を学園中に配らねば。ではな、マレウス。土曜の夜、わしの最後の祝いの席じゃ。きっと華やかな集まりになる。絶対にすっぽかすでないぞ。最後の祝いの席。皆の者、今日はリリア・ヴァン・ルージュお別れ会によくぞ集まってくれた。ナイト・レイヴン・カレッジに入学してから2年半、ここで過ごした時間はまさに若さあふれる青春の日々であった。今日はわしのおごりじゃ。存分に食べ、語らい、騒いでくれ。やっほー、リリアちゃん、マジで手ぶらできた。ケイ君とリドル君、そしてパーティー中に消えるものならいいだろ。手抜けがけしてケーキを作ってきたトレイ君です。おお、ケイト、トレイ、それにリドルも来てくれて嬉しいぞ。リリアと同じクラスになったのは3年生からだったけど、お前の話はいつも興味深いものばかりだったよ。同じ副寮長としてもいろいろと相談ができて頼りにしてた。一緒に卒業したかったが。わしの方こそ、トレイと話をするのはいつも楽しかったぞ。料理好きとして意見交換ができて新たな発見も多かった。リリアの独創性しかないレシピにはいつも驚かされたな。お主に作り方を教えてもらった焼き菓子は引っ越しの挨拶代わりにご近所さんに配るつもりじゃ。そうか、くれぐれもレシピ通りに。分量や火加減には気をつけるんだぞ。リリアちゃん、俺研修終わったらリリアちゃんと一緒に軽音部卒業ライブするつもりでいろいろ計画してたんだよ。なのにこんなに突然お別れが来ちゃうなんて。まあ出会いがあれば別れもあるのは当然なんだけどさ、それでもやっぱり寂しいよ。ケイトよ、お主とは1年の頃から軽音部で共に過ごしてきたな。苛烈なパート争い、音楽性の違いにより次々と脱退するメンバー、そんな中で音和ボーイであるお主とわしだけが軽音部に残った。そうそう、で仕方ないから2人でセッションしてみたら、リリアちゃんが5弦ベースでゴリゴリのハードコアメタル弾き始めてめっちゃ驚いたよ。わしのヘビーなサウンドとお主のポップさが融合し、唯一無二のサウンドが生まれたと思っておる。今でも芸能事務所からスカウトが来なかったのが不思議でならん。さらに翌年は民族楽器を携えたカリムがリズム隊として加わり。ぶっちゃけ初期はめっちゃ混沌としてたよね。でもすっごい楽しかった。リリアちゃん、2年半仲良くしてくれてありがとう。一緒に撮った写真大事にするってわけで、最後に1枚一緒に撮ろう。イエーイ。ハッシュタグ K4 部3年初代音和ボーイズベストフレンドフォーエバー、投稿完了っと。リリア先輩、改めて両対抗マジフト大会の際はご助力いただきありがとうございました。きっと僕たちだけで事態を収めることは難しかったでしょう。何を言うかリドルよ、あれはお主らハーツラビルの起点があってこそディアソムニア寮生にも観客にも犠牲を出さずに済んだのじゃ。マレウスに代わり改めて礼を言おう。ここからは僕個人の話になるのですが、僕はシルバーやセベクとは同じ馬術部所属でして。もちろん知っておるよ。彼らはいつも今の自分たちがあるのはリリア先輩の指導のおかげと言っていました。機会があれば僕も一度先輩に馬術の指導を受けてみたいと考えていたのですが、非常に残念です。こやつらはいつも大げさなんじゃ。真に受けるでない。これからもシルバーやセベクと技を競い合ってやってくれ。もちろんです。リリア先輩、どうぞお元気で。くれぐれも怪我や病気に気をつけてな。遠くに行っても元気でね。
いつでも間近めに連絡ちょうだい。ああ、お主らも達者でな。失礼します。本日はバンルージュ様の門出を祝う素晴らしき会にお招きいただき誠にありがとうございます。これはこれは、驚いたの？よもやお主らがわしの招待に応じてくれるとは。よくぞ来てくれた、レオナ、ラギよく言うぜ、トカゲの周りを飛び回ってるコウモリが。わざわざ最後に面かせって言うからには、てっきりいつぞやのお礼かと思って楽しみにしてたんだが、まさか本当に飲み食いするだけの集まりだとは。俺も今日のメインディッシュはこやつらの丸焼きじゃとか言われるの覚悟してたっせ。クフいつぞやの件についてはとっくに手打ちが済んでおろう。わしもあの時は子猫ども相手に大人げなかったと反省しておる。お互い水に流そうではないか。今日がお前のうさんくさい顔を見る最後の日になるかと思うと、実にすがすがしい気分だ。いや、俺は逆にリリアさんにはきっちり卒業までこの学園にいてほしかったっすけどね。だってリリアさんがいなくなったらマレウスさんが野放しになるわけでしょ。マレウスはああ見えて温厚ではないが、わざわざ逆鱗で爪研ぎしなければむやみやたらと火を吹いたりはせぬ。今後は好奇心からじゃれついてヒゲを焦がされんようせいぜい気をつけるがよい。これはこれは、ありがたいご助言を賜り光栄の至り。私どももバンルージュ様の旅路に幸多からんことをお祈りしております。さて、名残惜しくはございますが、我々はここでおいとまいたします。え、レオナさん、もう帰る気っすか？まだいいじゃないっすか。はあ、なんでこんなところに長居しなきゃいけねえんだ。無駄くそあり、まだトカゲ野郎も姿を見せてねえし、俺はあの神器臭い面を拝む前にさっさと帰りたいんだよ。だってせっかくのただ飯チャンスっすよ。自分がメインディッシュにならなくていいなら食えるだけ食って帰りたいっす。レオナ、お主は良い後輩を持ったな。敵陣の真っただ中でもたらふく飯が食えるやつは強いぞ。せっかくじゃ、もう少し楽しんでいけ。レオナ、お主が好みそうな飲み物も用意してある。給仕をしている者に声をかけるといい。はあ、せっかくお呼ばれしたのに料理に口をつけないで帰る方が失礼っすやね。俺はたまにお前の厳禁さが恐ろしくなることがあるぜ。プライドじゃ腹は膨れないんすや。リリアさん、遠慮なくゴチになります。あ、それからどうぞお元気で。お主らもと言わずとも、お主らはしぶとく元気にやりそうじゃな。今日がリリア様の送別会でなければ、あのような無礼者どもはすぐにティアソムニアから叩き出してやるのに。その調子だセブク、今日は祝いの席、絶対に揉め事を起こすなよ。お前に言われずとも、しかしマレウスはまだ来ておらんのか。どこで油を売っておるのじゃ。リリア先輩、俺がマレウス様を探してきます。僕も行く。お前は若様を探しながら居眠りをし始めるかもしれんからな。よいよい、お主らもこの宴の席を楽しめ。しかしだすごい音じゃな。お主の腹の虫は宴の料理を楽しみたいと泣いておるようだぞ、セベ君。いえ、これは違うんです。腹が減っては戦はできぬと常々教えてきたじゃろう。お主らもわしに張り付いていないで何かつまんでこい。マレウスにも招待状は渡してある。そのうちひょっこり現れるであろう。ではお言葉に甘えて。軽く腹を満たしたらすぐに戻ります。食事はよく噛んで味わえといつも言っておろうが、ゆっくり食べてこい。やれやれ。
リリアさん、この度はモストロラウンジのケータリングサービスをご利用いただきありがとうございました。いやそれにしても盛大ですね。教員も含めて学園関係者を全員招待なさるとは。くふふ、王族貴族に商人に、実に華やかな集まりじゃろ。わしがあやつにしてやれるのはこれくらいのものだからな。あやつ？今日はリリアさんのお別れ会だったと記憶していますが。いや、こちらの話じゃ。今日の料理に使われた食材はサンゴの海や陽光の国から取り寄せた一級品ばかり。旅立ちの日の花向けに僕から魚料理とデザートを一種ずつプレゼントさせていただきました。おお、太っ腹だの。ではこれでお主らがマジフト大会で獅子の子らに加担したことはチャラじゃな。はて、リリアさんが何をおっしゃっているのか僕にはさっぱり。くふ、アズール、過ぎたる欲は身を滅ぼすぞ。重々気をつけるがよい。最後まで食えない人だな。先輩からのご指導ありがたく頂戴します。リリアさん、あなたのマレウスさんをさりげなくもしっかりと補佐する手腕、いつも勉強させていただいていました。普段僕は技は見て盗めを信条としているのですが、本日でお別れということで最後に一つ質問をしても。もちろん、わしに答えられることなら。マレウスさんのように自由奔放な、失礼、マイペースな方をサポートするスキルはどのように身につけられたのです？特別なことは何もしておらぬ。単に慣れじゃよ。マレウスの祖母も母もドラコニア一族はマレウスとは比べ物にならんほど超マイペースで頑固者揃いでな。どいつもこいつもわしの言うことなどちっとも聞きゃしない。それに比べればマレウスなどまだまだ可愛いものよ。なるほど。では学園に入る前から長年家族ぐるみのお付き合いがあったのですね。そうじゃ、長い長い付き合いになる。それも今日までと思うとやはりちと寂しいの。寂しいの？ならまだ一緒にいりゃいいのに。メンダコちゃんとは学年ちげえし、学校行事くらいしか絡むタイミングなかったけどさ、クラゲちゃんから超強えって話は聞いてたし、一回本気でやってみたかったね。なんで学校を辞めちゃうの？あやつらに超弱え姿を見せたくなかったからじゃん。あ？ごめん、周りうるせえから聞こえなかった。魔法が使えないものは特例を除き、この学園に席を置くことはできない。わしもそれに従い去るというだけの話よ。在学中に生意気な後輩の鼻っ柱を折ってやれず、わしも残念じゃ。はあ、言うじゃん。俺簡単に折られる気ねえけど。ま、でもこれでお別れだし、一応年長者を敬ってそういうことにしといてあげる。んじゃメンダコちゃん、元気でね。お主らも元気でな、アクタレ小僧ども。よーリリア、今日は招いてくれてありがとな。カリム、ジャミル、よくぞ来てくれた。礼を言うぞ。急に退学するって聞いて驚いたぜ。前も話したけど、俺この学園に入ってきてすぐの頃、リリアのライブパフォーマンスを見て軽音部に入部決めたんだ。明日からリリアのド迫力のシャウトが聞けなくなると思うとマジで寂しいよ。選別は楽器とアンプのセットにしようと思ったんだけど、ジャミルに止められてさ。お前が送ろうとしていた楽器セットは運搬にトラック1台は必要だぞ。アーティストのライブツアーじゃないんだ。一般人の住宅事情を考えろ。すまんな、旅立ちは身軽にしたくての。カリムの気持ちだけはありがたく頂戴するぞ。リリア先輩、部活を通してカリムと仲良くしていただき
ありがとうございました。お荷物になってはいけませんが、よろしければこちらを。なんじゃかしこまって。これは名刺？それは俺の父ちゃんからリリアにって。そのカードに印字されているのはアジーム本家に常駐する専属コンシェルジュへの直通電話番号です。専属コンシェルジュ？ネッサの国を訪れる際にはいつでもご連絡ください。アジーム家一同、心を込めて到着から出国までサポートいたします。そのカードがあればネッサの国なら空港や百貨店でも誰かしら面倒を見てくれるはずだぜ。父ちゃんも母ちゃんもいつかリリアに会ってみたいって言ってたんだ。マジでいつでも遊びに来てくれよな。魔法の絨毯で国中どこでも案内するからさ。なんとリッチな。ご当主によくお礼を伝えてくれ。お守り代わりに大切にしよう。ありがとう、カリム、ジャミル。他の生徒たちもリリア先輩と喋りたそうに様子を伺っているな。ああ、俺たちだけで長々とリリアを独占しちゃ悪い。リリア、名残惜しいけど元気でな。ああ、お主らも達者で。ふう、親父殿。ん？もう食事を終えたのか、シルバー。マレウス様がまだお見えになっていません。そのようじゃな。仕方のないやつじゃの。ま、気にするな。もう互いの顔を見飽きるほど長く共にいた。改まって見送りなどなくともよ。よくありません！親父殿は今夜、赤龍の国へ立たれる。そうなれば、もうマレウス様とは。俺、やはりマレウス様を探してきます。な、おいシルバー。行ってしまったか。あやつの頑固さは一体誰に似たんだか。リリア様、どうかなさいましたか。今シルバーの大声が聞こえた気がしたのですが。シルバーがマレウスを探しに行った。なんと。では僕も探しに。待て、良いのじゃ。正直言うとマレウスにはどう別れの言葉をかけたものかと思っていた。どんな言葉を選んでも湿っぽくなる気がしてな。リリア様。わしはな、セベク、みんなで別れまでの残り少ない時間を目一杯楽しみたいのだ。お主まで席を外すなどと連れないことを言うでない。もちろんです。ち、シルバーのやつ、道の途中で居眠りをしたら許さんぞ。やあ、お話し中失礼するよ。無臭好奇心、無臭クロコダイル。今宵はリリア・バンルージュお別れ会にお招きいただきありがとう。二人ともよくぞ来てくれた。さすがは美しき女王の信奉者ポムフィオーレ。現れただけで場が一層華やかになるわい。リリア、単刀直入に言うわ。どうにもならないの？どうにもとは？あんたが魔法の力を失いこの学園を去ることについて。マレウスは冥府で魔力を使い果たし、シワシワになった私に自分の魔力を分け与えてくれた。おかげで私は今元通りの生活が遅れてる。リリアにも同じように魔力を分け与えることはできないの？マレウスも言っておったじゃろ、時を戻すことはできないと。わしが魔力を失ったのはビルのように外的要因によるものではない。どういうこと？わしはただ老いただけじゃ。老いたってあんた、私たちと同じ18歳じゃ。わしはもうじき700歳になる。700歳？おい、声が大きいぞ人間。リリア様は長命な妖精族であらせられる。何を驚くことがあるというのだ。だって今までずっと同い年だと思って接してきたんだな。急に700歳なんて言われたら誰だって驚くに決まってるでしょ。なんということだ、無臭好奇心。常々君は18歳らしからぬ達観した物言いをすると思ってはいたけれど、まさかそれほど人生の大先輩だったとは。ちょっとサバ読みすぎちゃったかの。
日常茶飯事の芸能界でもさすがにないわよ。680年もサバを読むなんて。ということは、もしやロア・ドゥ・ドラゴンも。いや、あやつはわしよりずっと若いぞ。お主らよりは少し年上だが、ドラゴンを祖とするドラコニア一族は妖精族の中でもとびきり長く生きる。200歳はひよっこ、500歳でまだまだ若輩、1000歳でようやく一人前じゃな。サンアンロール、妖精族が長寿とは聞いていたけれど、まさかそれほどとは。わしの一族も1000年ほどは生きると言われておったが、少々若い頃に無茶をしすぎたらしい。予想よりガタが来るのが早かった。無茶って、誰だって若い頃にはやんちゃするものじゃろ。おやめください、やんちゃだなどと。リリア様はお若い頃、神明を賭して茨の谷に尽くされたと祖父より聞いております。バウルのやつ、何百年同じ話しとるんじゃ。解雇中は若者に嫌われるぞ。しかし若気の至りでやらかしたやんちゃは数あれど、ここ2年ほど寝とげにはまって、年がいもなく連日朝までゲームしてたのが正直一番あかんやつだったかもしれん。お主らもゲームはほどほどにしておけよ。はっはっは。呆れた。あんたこそこれからはもっと自己管理をしっかりなさい。不思議ね、本当の年齢を聞いても私の中のリリアは同級生のリリアのままだわ。そうだね、私も同じ気持ちだよ。青春を共に分かち合うのに年齢は関係ないということさ。嬉しいことを言ってくれるの、ビル、ルーク。この夜を存分に楽しんでいってくれ。ウィー、メルシー、無臭好奇心。ええ、最後まで楽しみましょう。兄さん、ねえ、ねえってば、せっかく招待状をもらったんだし、一緒にリリア・ヴァン・ルージュさんの送別会に行こうよ。兄さんは寮長の集まりで彼と顔を合わせることも多かったんじゃないの？別に、リリア氏とは友達でも何でもないし、顔見知り程度ですし、送別会なんか行っても別れを惜しんで語れるほどの思い出とか全然ないですし。そんなことより僕は昨日でネトゲを引退したマッスル紅石との別れが辛すぎて。ああ、そういえばマッスル紅石さん、ゲームやめちゃったんだっけ。詳しくは聞いてないけど、リアルの事情らしい。引退と同時にきっぱりとゲーム用マジカメアカウントも消しちゃったし、2年以上ほぼ毎日メッセしたり一緒に遊んでたらなんて死が初めてだったのに。そうだよね、兄さんってスキル高いからいろいろなギルドに誘われるけど、ギルド内の無意味なローカルルールに従うのが嫌、強くもない子さんに生きられるのが嫌、そもそも慣れ合いが嫌とか言ってすぐソロに戻ってたもんね。そもそも拙者、他人と協力するタイプのマルチプレイのゲームに向いてないんで。だけどマッスル紅さんとは MMORPG から FPS まで何でも一緒に遊んでた。そんな友達は僕が知ってる限り彼しかいない。なのにこんなに急にあっさり縁が切れるなんて、やっぱりネット上のつながりなど脆弱で希薄だが、そこがいい。無理、つら、もう二度と友達なんか作らん。そんなこと言わないでよ兄さん。あ、そうだね、僕がマッスル紅さんの所在地を調べてあげようか。直接会いに行けばいいじゃない。ピピー、それは言われのない誹謗中傷とかを受けた時以外は絶対やっちゃダメなやつ。それに拙者なんかが会いに行ったらきっと迷惑するよ。そんなことないと思うけどな。そんなことあるの、拙者のような非リア充の陰キャオタクとオフで遊んでも楽しいわけないし。無理、あと1万年はベッドから出られない。オルト、
リリア氏の送別会には一人で行って。はぁ、分かったよ。なるべく早く帰ってくるから元気出してね、兄さん。そうだよ、リアルで僕と遊びたい人なんかいるわけない。でもやっぱり最後に勇気を出して連絡先くらいは聞いておけばよかったかな。